アホ毛。アホ毛、アホ毛とは、20世紀後期後半以降の日本における美容分野発祥の若者言葉で、原義たる美容用語としては、まとめ髪の表面からピンピンと跳ね出てきてしまう短い毛を言う、冗談の1点目、2点目の画像を参照。また、原義から転じて、日本産の漫画系サブカルチャーの分野では、誇張された表現として描かれる。 頭髪から勢いよく跳ねるように飛び出している一束の毛を言う右上段の三点目の画像を3この意味でのアホ毛は寝癖や癖毛によって理由付けされることもあるが犬猫の尻尾のように自在に動かせて多彩な表情を生み出せる感情表現用の小道具になっていることまである英語では日本語第一義の大役語としてカウリックやフリーズがある一方日本語 第二義は独特の概念であるため、外国語に大訳語は見当たらず、そのまま、アホゲを用いることが多いと思われる。ただ、英語では、フリーズで大訳する場合がある。日本語、アホモウは、アホの添下形である、アホと、毛を連結させた、合成語、複合語である、やー、アホ GE。日本語で、アホモウと、 漢字表記する例はないと言って差し支えないほどに見当たらない。美容業界での表記は、基本的には、アホ毛で、アホ毛も用いる、表記揺れの範疇。一方、漫画系サブカルチャー分野での表記は、ほぼ例外なく、アホ毛が用いられている。中国語では、ホウ大ウ、ダイマ、タケノホンタンアホ毛などと呼ばれる。英語名については、定義で触れた通り、 補足するならば、アーバンディクショナリー、米国のクラウドソーシングオンライン辞書サイトにおいて、記録の保持されている2012年7月以降、現在まで、アホ毛というワードは盛んに検索されている。美容業界用語としての、アホ毛は、1970年代、昭和45から54年もしくは1980年代、昭和55年、昭和64年、 平成元年にすでに存在していたとされる。少なくとも1990年代平成2から11年には関西地方の若者言葉として広まっていたことが書籍などで確認できる。2003年平成15年頃には関東地方でも一般的な若者言葉として広く認されていることが確認されている。漫画系サブカルチャー分野における用語アホ毛。 この分野では、アホモーと記すのが、一般的な正確な書質は不明であるが、商業漫画では、山田奈美平、久美子慎吾シリーズ、白戦車少女漫画雑誌、花と夢1990年20号からシリーズ連載が、開始のコミックスの中で、作者自らヒロインである久美子の一本毛のことを、アホモーと呼んでいる。また、批評家で、 小説家のあずまひは、自著「動物化するポストモダンをオタクから見た日本社会、2001年間、の中で、自身の観察において、触覚のように跳ねた髪は1990年代、半ばのノベルゲーム、後で現れたことから一般化していったとしている。同ゲームのキャラクター、柏木初音の、触覚のように跳ねた髪は、アホモオそのものであり、同作が発売された1996年、 平成8年当時か、アホモという名称ではないもののこのような表現が見られたことを示している。しかした方、ゲーム雑誌、ドリマガの編集部は、増刊、ラズベリーボリューム17の市場で、アホモの最初の由来は、アダルトゲームブランド、スタジオイーゴー、1998年、平成10年5月22日創設のマスコット、デボスズメであるとしており、 マズマヒロキの説と相告している。漫画系サブカルチャー分野におけるアホ毛は毛髪一本だけではなく細い紙棒として表現されることが多い。アホ毛という言葉が一般化する以前は触角もしくはアンテナと呼ばれていた。触角と呼ぶ場合、1から3本程度の束が飛び出しているものを指し、このように現在ではアホ毛はそのキャラクターの外観を構成する。 設定上の要素となっている。つまり、常時アホ毛を有するキャラクターとして設定されていることが多い。また、萌えの対象ともなっている。ただし、磯野波平、サザイさんのように、特等で頭頂部から一本毛が生えているだけの場合も一部ではアホ毛と呼ばれる。しかし、一般的にはアホ毛はあくまでも他にも多数の毛髪が頭頂部存在している場合に、 それにもかかわらず他の髪の毛から飛び出しているものに対する名称である。また、ゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎の妖怪アンテナ、陽気計算紙はアンテナであっても、アホとは呼ばれない。アホ毛はあくまでも無意識に存在するか、あるいは口実のように、心章描写のためのものである。日本の少女漫画の講師である、手塚治虫、リボンの騎士の主人公サファイアの断層バージョン、また、 後年の不思議なメルモの主人公メルモでは髪を跳ねさせることによるキャラクター造形を見られる。アホモーという故障そのものは比較的新しいがキャラクターの造形法としての歴史は古くベティブープからキューピーまで遡ることができる。しかし日本の漫画系サブカルチャー分野ではその黎明期において今日アホモーとみなされる髪型のキャラクターは 男性キャラクターにこそ多く見られるものであった。上述のサファイア王子、男装時のサファイア王女にしても、アホ毛のある、それは男としての身なりであり造形であった。日本のこの分野において女性キャラクターの方にアホ毛を備えるものが多くなるのは遥か後のことである。アメリカンコミックスアメコミの世界においては男性のアホ毛にあたる造形は古くから その存在が確認されている。例えば、古典アメコミの代表格である、スーパーマンでは、主人公スーパーマンの前髪一束が小さく、跳ねるように描かれており、それ自身が彼のトレードマークとなっている。外見的特徴としてだけでなく、アホ毛自体に特殊な能力を持たせる例や、感情や、表情の変化に応じたアホ毛の形状が変化する例もある。なお、 後者のケースにおける最初のキャラはマブラブのカンナツ。ニコニコ生放送で告白している他の例はスパスパなど。跳ねた髪の房に特殊な能力を持たせる例は前日の水木しげるゲゲゲの鬼太郎の主人公、鬼太郎の妖怪アンテナ、あやかしを感じると髪の毛がカズフサトゲのように逆立つの表現に原型を見ることができる。さらに遡れば、 A.E. バンボークとの SF 小説、スランの、フレケスランにも見られる。サトミカツラの漫画、なんかあやかしかいいの、ヒロインミルは、鬼太郎と同じ、妖怪、妖気、アンテナを持っている、同作へのオマージュである。これを切ってしまうと能力が発揮できなくなるなどの、描写もある。雑誌連載は1982年からであり、女性キャラクターの例としては、最初期に属する。 TV アニメ、スイートプリキュアでは、主要登場人物のキュアビートが、第23話で決め台詞と共に、自身のアホ毛を、楽器の弦のごとくつま弾き、アホ毛から、ギターの音色が流れ、ギターを使うキャラとして、印象を高めるシーンが登場した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。